春食品、月屋根醤油味、関西地区限定発売のようです。揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めでちょっとひわですが、即席麺らしい揚げ物の香ばしさが漂います。スープは鰹だしのせいか、まろやかな口当たりですが、平板な甘みです。唐辛子と胡椒の刺激があります。